まさかの裏切りでした。ブレイブの一員だった森島武が仲間を蹴散らし、マイバッハ剣王と握手、ブレイブに決別した瞬間でもありました。その怒りを、その屈辱を全てのエネルギーに変えてこのメインイベントに臨みます。さあまずはブレイブ小峠敦史、モハメド・ヨネ、そして丸藤直道が今姿を現しました。仮面に隠されたその表情の奥には、おそらくは森島に対する怒りが満ち溢れているでしょう。今3人ブレイブがリングインです。その3者、果たして森島に対してどんな思いを胸に込めて今リングに立っているでしょうか。その裏切り具合もドンとストップでした。まさかの光景でした。ブレイブを裏切った森島、ノーマーシュを裏切ったマイバッハ、ノアに殴り込みをかけた剣王、その3人が手を組んで結成した森島軍、その初陣を迎えました。さすまたを手に持つマイバッハ、そして剣王は竹刀を持って入場してまいりました。その2人、ただまだ森島の姿は見えません。さすまた、そして剣王は竹刀を持って入場してまいりました。ただこの森島軍の森島を欠く中でのメインイベントということになるでしょう。後ろから来ている、森島が後ろから来ていた。さあここはいきなり後ろから仕掛けていった森島。今森島軍の初陣、そのスタートを告げるゴング、波乱の幕開けとなりました。 1.12 横浜大会メインイベント、森島軍 VS ブレイブ。かつては仲間だった、タッグを組んだこのブレイブの面々に対し、正面からぶち当たっていきます森島たけしです。まさに吸収、襲いかかっていきました森島。60分の一本勝負です。この森島がマイバッハ谷口と剣王、この2人と手を組みまして3人で新たな軍団を結成しスタートしていきます。この2014年1月ツアーの開幕戦、ここは場外でそれぞれがやり合う。1週間前ノアとしての最初の大会 1.5 後楽園ホール大会、そのメインイベント健太の GHC ヘビーのタイトルマッチでした。チャレンジャーはこの森島武史、その健太とのタイトルマッチに勝ちまして新たな王者となった森島。その森島の新たなスタート、そして剣王小峠に対して幾重にもこの椅子を重ねておいて、渾身の力でその椅子を叩きつけていきました。健太からベルトを取り返した森島、そのリング上でいつものマイクパフォーマンスに見えたかのその様子でした。ただブレイブの一員を呼び込んで、さあ一気加勢にと言ったところではありましたが、なんと森島がブレイブの面々にバックドロップあるいはラリアット、その決別を見せた瞬間でもありました。それと同時にこのマイバッハ谷口剣王、この2人が入ってきて握手を交わしたという、ブレイブのファンにとってはショッキングな瞬間がありました。1週間前の後楽園ホール、新たな船でスタートしていきました森島軍。このブレイブの面々にとってはこの試合で何としても森島に制裁を、そんな気持ちは当然あるでしょう。マイバッハ、そしてモハメド・ヨネ、このマイバッハも、ケンタが新たにノアマットに誕生させた一人でした。仮面をかぶらせマイバッハ谷口生まれ変わりました。ただそのノーマーシーやケンタを裏切り、
一時は新日本勢と結託してという時期もありました。ただその後新日本勢とも関係を断ち、一人さまよっていたこのマイバッハ、なんと最終的には森島と手を組むということになりました。赤コーナーに、同じコーナーにマイバッハ、森島、その2人が立つというのもこれまでのノアにはなかった異様な光景。そこに新たな血が加わりました。剣王という新たな存在が加わりました。この剣王もノアにフル参戦していく。道のくプロレスからやってきました。ノアフル参戦を続けていこうという剣王ではあります。さあその剣王に対しては小峠敦史、場外だ。ブレイブ、ノーマーシー、さらに第三勢力森島軍が新たに誕生し、トントンとしてきたエメラルドグリーン、それを取り囲む環境です。果たして森島軍にとって今日のこの最初の戦い、初陣を白星で飾ることが果たしてできるでしょうか。剣王にとってももちろん野心を胸にこのノアのマットに上がってきているでしょう。そのタイミングで新たな軍団結成され、その一員となりました。これから森島軍が、さあ果たして狙うはどの争い、どの戦いということになるんでしょうか。捉えているところ、あとドロップキック、着地はエプロンサイドという丸藤ならではの動きがありました。さあエルボー打ち込んでいこうという丸藤、そして2発目。このメインイベント60分の1本勝負、5分が経過しています。ここはそれぞれがエルボー、さらには蹴り、あえて来いと胸を出す、引かない、まだ引かない、あえて胸を出す、分厚い胸を出す、あっと張っていく青コーナーに、さあ連れてきておいてブレイブ、今度はヨネとタッチが交わされています。ヨネもギロチン、一往復しておいてのギロチン、強烈な蹴り、天王への背中。さあ今度は小峠が入ってきます。まあ、小峠を追いかけるようにして去年の5月ノア入団を果たしました原田大輔。この原田はノーマーシー入りを熱望し、そして健太とのシングルマッチで直訴、その健太が認めまして晴れてノーマーシー入りということになりました。まあ、ノアのマットではどの軍団にも属していなかった原田がノーマーシー入り、そして森島がブレイブを裏切りまして新たな森島軍を結成。まあ、何かノアマットの中における軍団の勢力図というものも大きく変わっていきそうだという予感はあります。あ、ここはニュートラルコーナーから、あっと危ない、転落していきました。小峠敦史です。場外ではマイバッハと小峠、リング内ではさあ丸藤剣王、この辺りではあっと森島がしない、先ほど入場してくるときに剣王が手に持っていたしないを森島が何かああいった凶器を使ってというファイトは非常に珍しい。森島軍を結成して、あっとさすまたではなくしないでいく、新たな森島軍のファイトスタイルということになるのか。さあ椅子で首を捉えていく、向こうサイドではこのマイバッハがヨネを捉えて鉄柱攻撃。さあこれまでノアマットでもノーマーシーがまさに無秩序な無法地帯というそんなファイトを見せてきましたが、この森島軍もさあ、あっと非道なるその攻撃を見せつけようという時間帯です。なんとしてもこのノアの戦いの中に、ノーマットの戦いの中に新たなうねりを巻き起こしているのが森島軍、そしてさらにどんなムーブメントを起こすのか。
記念すべき初陣、最初の戦いとなりました。本日のメインイベント、1月ツアーの開幕戦、横浜ラジアントホール大会、超満員が見守る中でのメインイベント、シックスメンタッグマッチです。マイバッハ、森島、そこに剣王が加わった新しい森島軍。森島としても去年の1月に健太にベルトを奪われました。ただ1週間前 1.5 後楽園ホールで健太からそのベルトを取り戻しました。1年ぶりに王者に返り咲いたという第20代の GHC ヘビー級王者、森島たけしです。ベルトを手に森島軍を率いていく、引っ張っていくという森島たけし。赤コーナーでそのエプロンサイド、タッグパートナーであるマイバッハを見つめます。マイバッハ、森島、この両者で、GHC タッグ、そんな挑戦という可能性も大きくなってくるでしょう。あるいは剣王がジュニアのベルトを狙って、そんな動きも当然出てくるでしょう。いろいろな可能性であり、いろいろな動きがこれから2014年ノアマットで間違いなく展開されるはずです。森島自身としても来月 2.8 後楽園ホール大会では永田裕二の挑戦を早速受けるということが決まっています。タイトルマッチです。健太からベルトを奪ったそのリング上でマイクを使って挑戦者を募りました。そこに駆け寄ってきた永田、あるいは TMDK という姿もありましたが、最終的には永田がその挑戦権を手にし、 2.8 後楽園ホールでのタイトルマッチが決定しています。その戦いの中においてさらなる動きを見せるということに当然なるでしょう。さあ今度はさらには丸藤に対しては剣王、この中で森島軍がさあ3人がリング内に残るという展開になりました。ここは剣王、そして小峠、この両者です。剣王も竹刀を持ってマイバッハの後ろを入場してくるという今日のシーンがありました。果たしてこの道の区からノアへ新たな風を吹き込んだ剣王、果たしてターゲットは誰に定めるのか、そしてどんな新しい動きを見せるのか。小峠はこんなもんかという、さあここは挑発しておいて、それに対して小峠もさあエルボーで返していく、ガーッと強烈スポット、距離を取る、そしてハイキック顔面。あ、この観客席から小峠への声援も聞こえてきますが、引っ張った強烈な130キロが襲ってきます。そしてさあ占い、あっとエクスプロイダーか、うわ、ここは小峠を投げていきました。あ、カウント2、さあちょっとここはブレイブ苦しい時間帯になっている。森島、この今表情を見ますとまだ余裕があるといったところではありましょうか。森島からさあ今度はマイバッハ、マイバッハも新たな仮面をつけ、そして生まれ変わってリングに立っている森島軍であるマイバッハ谷口です。この辺りもちょっと小峠が苦しい時間帯になっている、機敏な動き、これをさあどうだ、後ろから、さあここで小峠としてもなんとか形勢逆転、そのきっかけを作りたい、ただなかなか立ち上がれないか。今ヨネにタッチが交わされました。さあ気合を込めてヨネがも入ってくる、ニュートラルコーナーに突進していく、今度は体格、しかし体を入れ替えられた。あ、ここは前田ハノイエルボー、ラリアット、それからエルボー、しかしここは迎撃、ヨネが迎撃していきました。
ブレイブの面々である、その3人にとっても自分たちがこれからという時にこの森島の裏切りに遭いました。なんとしてもその森島のやりたいようにはさせない、そんな強い思いは当然あるでしょう。かわす、バックに回る、投げてひねりを加えていった、立ち上がったよね。まともにこの頭から落ちていきましたが、そしてラリアット、そしてそのまま叩きつけていく、体を浴びせてカバーに行く。ここは森島軍が比較的今日のこのメインイベントで技を次から次へと仕掛けている、その時間帯が非常に長くなっています。首を掴んでおいての、あ、ここはチョークスラムに行こうというところはなんとか米がかわしましたが、ラリアットは相打ち、もう一度行く、両者倒れない、引かない、あっと、ここは後頭部あるいは側頭部、そのあたりか、蹴りを一発右サイドから見舞っておいて、丸藤へとタッチがかわされました。このマイバッハ、そして今度は丸藤という展開になっています。森島に裏切られたそのブレイブ勢の怒り、それはいかほどか。そしてラリアット、もう一度今度はニュートラルコーナー逆サイドで飛んでいってのエルボー、そして首投げから今度はテイク、いや、ここは踏みつけていく、距離を取ってトラースキック、立ち上がろうというところ、顔面を的確にヒット、カウントは2で返しています丸藤です。15分が経過しました。60分の一本勝負、時間はまだあります。知らぬいの構えに入ろうというところ、もう一度側頭部、トラースキック、そしてあーっと、ここは後ろにそのまま力なく倒れていった。カウントは2で返していきました。さあ今度はブレイブがここは一気に攻めていくか、知らぬいに行きたいがいけない、あーっとレフリー西田が命中、まともに正面からぶつかって西田が立てない、レフリー不在、レフリーがいない、持ち上げておいて叩きつけた、あーっとさすまたが持ち込まれた、レフリーがいない、レフリーがいない、さすまた捉える、丸藤を捉える、捉える、持ち上げる、持ち上げる、コーナーから投げるか、トップから投げるか、さすまた式のデッドリードライブ投げていくか、投げられたぶない、おっと危険な角度で投げられました。まあ、通常の形とは違って思うような、どうでしょう、受け身というのも難しいのかもしれません。さすまた式、そして高いチョークスラム、あ、今なんとか険しい表情で、苦しい表情でレフリー西永もカウントは取りましたが、いや、先ほどまともにぶつかって後ろに1回転という西永です。そしてあっと、ここは後ろから、さあここは白目に行く、白目、ここはまず一発決めていきました。ただここまでのダメージが丸藤としてはまだかなりあるでしょう。それに対して小峠にまずタッチ、しかししない、かわす、かわす、あと顔面ハイキック、先ほどが小峠とはこんなものかと拳王からリング内で挑発されました小峠、あーとここはタランチュラ式だ、首を捉えておく、いい形でここは捉えていこうというところではありました小峠。さあただエプロンサイドの小峠、中にスッと入っておいて飛びついておいた、飛びつき式のダイヤモンドカッター、ここはカウント2、正面からいくか、テイク、いや、しかしバックに回るか、バックを取り返す、取り返す小峠、
あと西永を掴む、あっと急所攻撃、西永は見ていない。この辺りは剣王がレフリーを使い、そしてレフリーの見えない視覚を使いという動き、あっと強烈だ、大丈夫か、顔面側頭部まともにヒット、そしてさあアンクルホールド、いい形で決まっている、リングのほぼ中央捉える、小峠の魂の叫び、あーっと苦しそうだ、サードロープにまだ手は届かないが、戻す、引き戻す、さらに力を加える、あどうだ、レフリーの問いかけにはまだまだと、首を横に振る、頭を打ちつけて気合い入れて、あっとなんとかなんとかこれを打開、小峠としては危なかった。さあ今度は米そして丸藤ダブルでの攻撃、左右サンドイッチ式、そして今度はスワンダイブで小峠が振ってくる、ブレイブのここは連携を見せようという時間帯になりました。さあ剣王をリング内に一人捉えておいて、走っていて膝、右膝、カウントは3つ入らない、剣王この目の力はまだある、剣王に目の力はまだある、後ろから狙うか、小峠何を狙う、バックに回る、さあキルスイッチの体勢に入れない、入れない、入れない、蹴り2発捉えた、ヘッドバット、あっとさすまたが待っていた、後ろからさすまたが待っていた、20分が経過しました。さあ市内だ、森島が狂気を使う、チャンピオン森島の狂気攻撃、地球規模の崇高なる王位、そのチャンピオンである森島、森島軍として、しかしここは逆さ抑え込み、チャンピオンの森島、しかししない攻撃、これが新しい森島か、カバニフはこれも2で返す、森島軍としての初陣、森島軍としての記念すべきこの最初の戦い、森島軍の歴史の1ページ、そこに刻まれる今日の横浜大会、2014年1月は開幕戦、ラリアット迎撃、渾身の重いラリアット振り抜いていきました、一発で倒れた、立ち上がれない小峠、無理やり立たせる剣王、後ろに待っているのはマイバッハ、コンビネーションから首をつかむチョークスラムに行く、そこにさあさらに行くか、もう一度行く、もう一度行って、ラリアット、なんというラリアットか、ただここはまだカットに入るブレイブの2人がいた、米と丸藤、今度は森島を捉えるか、米と丸藤のダブルでの攻撃だ、あっとラリアット両者なぎ倒していった、これが森島のパワー、うわーっと両者が叩きつけられる、ファルコンアロー、そして今度はマイバッハが捉えておいた、さらにはバックドロップ、完璧な形で入った、最後はこの小峠に集中砲火、完璧な形でのバックドロップ、森島軍最初の戦い、その初陣を白星で飾りました。あー、この剣王はこのカメラマンに対しあえてアピールする、何かこのジュニア戦線において大いなるアピール、戦闘不能の小峠に対しまだ攻めのポーズで見せつけるという、そんな剣王、うわー、ブレイブとしては屈辱的な場外でこの3人の有様。さあそして
森島がマイクを取った。たちがノアの中心だ、見ておけと、その一言を言い放った森島。これまでのように一人でマイクを持ち、そしてドントストップのそのマイクパフォーマンスはありません。一言、自分たちが中心だと言い放って早々とリングを後にしました森島。これからどんな新たな戦いが待っているのか、森島君です。